どうも皆さん、キミ F です。積みゲーをクズキャストして、ヘクセンのデスキング・オブ・ザ・ダーク・シタデル、続きをやっていきたいと思いますが、とりあえず、二つ目のハブレベルの、集めるべきものは一通り集めて、で、ここ、一回入ったところなんですけど、奥の開いてない鍵のところがあったんで、そこに行くんだろうという。ことですね。で、シークレットレベルがこの先にあるらしいので、まあ、それも探したいなと。ああ、どうもいらっしゃいます。忘れてた。ああ、その物資がだいぶないんだよ、今。あ、マナはあるのか。マナはあるけど、回復するものがないのか。ああ、そうだ、ここに回復するやつが落ちてるのは分かってんだけど、生き方が分からないんだ。とりあえずこれでいいや。これは、これ、この黄色いやつあれなんですよね。試練とかトルネコでいうとこの吹き飛ばしの杖みたいなやつなんで、あんまり使わないんですよね。でもいっぱい落ちてるから使えってことなのかな。舌が奈落とかだったら使い勝手がいいんでしょうけど。だいたい舌があるからな、このゲーム。そこの、ああ、そうだ、これ撃ってくるんだった。両方止まっちゃったよ。そういうことじゃないんだよな。あそこのカオスサーペントたちがいるところに行けると思うんだけどな。この先に行くのかな。多分そこが、開くんじゃないかな。これでスイッチだもんな。ああ、開いてるな。またそういうやつか。ああ、でも向かってる方向はそうっぽいな。スター、死にはしないけど溶岩だな。これ一応避けようと思えば全部避けられそうな感じだけど、まあいいや、多少食らうのは覚悟で。これくらいならジャンプしないでいけるかな、走れば。くそ、ちょっとやだ、ちょっと全部食らった今。ジャンプしないとダメだな。でも足場狭いな。よく見ると口開いてんだね、これを。ちゃんと。あ、なんか開いた。ありがたいけど熱い。一応黒字か。黒字か。でもカウスサーペントたちが行った場所じゃないな。この辺かな。違うように見える。いや、この辺だな。でもこの辺だな。向こう側があるんだよ。さすがに向こう側は向こうに隠し扉で待ってか、ポータルがある。スイッチもある。ああ、ありがたいけど、またこの狭いところに押し込まれて、こいつは。2体だけ？ポータルがあるけど、これで蓋してあるから、あのスイッチで開けろってことなんだろうけど、スイッチを押したら、なんか湧きそうだな。もう本当に、
細かく細かくやっていこう。囲まれた状態から始まるのは厄介だ。ここにあるの緑マナなんだ。緑マナ使っていいな。こいつらもまた湧いたのか。こいつらはやっぱこっちの方がいいな。入った瞬間になんかあるかもしれないから、一応ここでもう一回セーブだけして、壁際じゃないと囲まれるからこいつに。どうやらここにシークレットレベルへの入り口があるってことなんで、それは探したいと思うんですけど、また暗いな。でも空が見えてる。これ入れないな。入れないけど奥に廊下があるから奥から来るっぽいな。すごい要塞みたいになってるな。ダークシタデルっていうタイトルなんだから、そりゃそうか。落ち入れるというより中に行く手段があるんだな、どっかに。うわー、すごい高いところにもいる。あそこに見えてるのワープの煙だな、多分赤い煙が出てるのは。どっからワープするんだな。死体だ。死体を壊すってパズルもあったしな。これは別にエレベーターとかじゃないな。乗ってどうこうじゃないっぽいしな。とりあえず壊すのはやめとこう。壊すってパズルもあったし、壊さないで乗っかるってパズルもありましたからね。スイッチか。今のところ順調なんだよな。なんだ、あ、ここか。階段になった。うわ、撃ってきた。部屋の奥にいたか。
狙撃されるから倒しとかないとなんですよね、遠くにいるやつも。これまだ起きてないけど起きるだろそのうち。叩いても起きないな。樽が邪魔だな。こっち先に行きそう。なんか湧いたな。違うな、こいつらじゃない。スイッチ、ああ、まあ、こいつらだったらな。なんか扉みたいな、うわー、ずいぶんとわんさかいったね。弱いんですけど攻撃力が低いわけじゃないんですよね。でしかもこいつ3連撃ぐらいの炎入ってくるから、回復アイテムがあるのはありがたいが、シークレットへの入り口だっていうんだから壁とかも調べとかないとな。そんな簡単には見つからないと思うけど。ああはい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 、こう登ってくのかな、あっちに向かって。死体とか、死体とか甲冑とか、中が開きそうだな。こっち順路かな、これ順路っぽいの、扉もあるし。あっちはあっちで明るいんだよな。なんか松明が上に向かってるからそこも階段になるから、スイッチを押したりして。お、たまにアイテム入ってるんですよ。で、どこだ？あー、あんなとこにもいんの？これ当たってるかな。あ、これでやっと当たったな。あーそうだな、これ階段が出るんだな、さっきと形が同じだから。扉扉扉、敵湧いた音がしたな。近くじゃないか。これはなんかスイッチで開けるっぽい。アイアンメイデン。
なんかこれ青いろうそく。ただの牢屋か拷問部屋みたいな感じか。また死体を壊さなきゃダメ。ああ、スイッチが。違う。もう一個ぐらい向こうにあるとかそういう話かな。回復アイテムが拾えるかと思ったけどなかなかないな。これ普通に邪魔だな。カレーだ。これも使っていいな。これ溜まってんのかな、ちゃんと。あ、数がちゃんと稼いでるな。無印の時1個ずつぐらいしか持てなかった気がするけど、いっぱい持てるようにしてくれたのか。逆に言うとそれだけ難しくはなってるのか。あんまりでも敵が強いからみたいなところはないんですよ。いっぱいいるからって時に、目の前に固まってる時に撃てば効果がありそうだけど。スイッチはありましたが、あー開いてる。これで階段ができたかな。この塔を上がってくるのか、死亡遊戯みたいなとこだな。スイッチだ。もうちょっと考えてから押せばよかったな。基本的にスイッチ見つけたら後で場所が分からなくなる前に押しちゃおうっていうつもりではいたんですけど、さすがに考えなしに押しすぎだな。ここは良くない。あ、ここで狙撃してりゃいいかな。絵的な面白みは何にもないですけど。ケンタウルスがいるんでね、ぶっ放せないんですよね、あの氷の魔法とかを。もういないかな。あ、まだいるな。本当ケンタウロス戦だけはファイターの方が面白かったな。
その階段が出来上がったってことかな。なんとなんもないもんな。またこういう狭いところを通すのか。喧嘩してる音がしてる。はあ、はい、下で喧嘩してるな多分。これ下もあれだよね。ああそうだよね、スタート地点ぐらいかな。半魚人がいますね。狙撃してきた。こういう廊下もなんか隠し扉とかありそうだよな。ルームとか、あとダンジョンマスターだと絶対ここ隠し扉あるわ。まあいいや、そういう隠し方されてるんだとしたら後でマップ見ながら探そう。隠し方も分かってないですからね。あるっていう情報は知ってるけど。そう、ダンジョンマスターだとドゥームとかでもつけるこういうのがあるのが目印だったりするんですけど、ダンジョンマスターの時は本当になんかよく見るとすんごいちっちゃいスイッチがあるとかやってきたんでね。多分年代的にダンジョンマスターが一番最初かな。ダンジョンマスターをベースにしてドゥームというか当時の FPS とかあとキングスフィールドとかも作ってると思うんですけど、なんか開いたの。うおー、うん、確かに開いたわ。こっちが調べるまでもなく開いた。でこっちっぽいな。あー、こういう風は吸い抜けないのか。すごい、うーわ、暗くてよく見えないけど、あのアンデッドがいっぱいいるな。こいつ名前なんだっけかな。こいつの名前ちゃんと調べたんだよな。まだいる。暗いなあ。あ、ポータルがあるけどこんな簡単に見つかるわけないから、これは順路だな多分。当たんないなこれ。
多分この先に進むとまだ次のハブレベルじゃないな。前のハブ、ここのハブレベルで行ってないところあるもんな。多分次のところに行っちゃうんですけど、そもそもここで見つける何かがあると思うんだけど、それも見つけてないんだよな。なんだろう、何を見つけるんだろう。なんか確かに台座みたいのがあった記憶があるから、そこにはめるもんだろうけど、それがあの骸骨かと思ったら別に骸骨じゃなかったんだよね。骸骨使っちゃったもんな、3つとも。そもそもここも行ってないところいっぱいあるもんな。なんだこれ、アーマー、あーでも取ったら下に落とされるな。うん、開いたな。ただゴールは見つけたってことだよな。落ちないとダメかな。キングスフィールドとかだったら、うわっ、あーでもあれ1階だな。1階っていうか下のエレベーターか、これ。ここに戻ってこれるのかな。あそこもあるしな。入ってないところがいっぱいあるんですよ。エレベーターから行くの怖いな。ここ通りたくないんだよな、水のところ。こっちから行っちゃうか。アイテムを取り損ねてるのがあったりとか、上に上がったことで空いてるところがあったりっていうのがあるかもしれないし、確認しながら。柱の中の敵が狙撃してくるようになってるところ何か所か行ってないんですよね、まだ。飛ぶんじゃないと思うんだよな、そんな距離じゃないから。ワープする赤い煙が見えてたから、どっかから飛んでくるんだろうけども、こうあれなんですよね、戦いながら進んでるとすごいいっぱい登った感じがするんだけど、そんなでもないんだよな。割とすぐ登れるんだよな。ここだもんね、最上階。この下じゃないか。この下別のところに繋がってんじゃないか。一応セーブして。そこで今フリーズしたな。すごい深いんだよな。68で大丈夫かな。まあいいや、大丈夫だったけど1階だな、これか。ん？シークレットの入り口もそうなんですけど、そもそも行ってないところがあるんだよな。隠し扉かな、やっぱり。この先見たっけ？ああ、見たわ。取ったもんね。わっ！あ？さっき調べたで。なんか知らんうちにスイッチ押したかな。まあいいや、開いたのは開いたんだから。ブームだとどっかを通過するがスイッチだったりするんですけどね、そういうのがあったかな。ああ、はい、見えてたんだ。これやべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。
これ戻ったら、ああなるほどね、別のところに出るのね。これを繰り返、あポータルだ。これがじゃあシークレットレベルへの入り口かな。一応、うん、こっちも見といてよかった。アイテムがある、回復アイテムは必要だ。で帰ってくると、マナはいっぱいありますね。で回復アイテムも割と潤ったので、とりあえずここに入ってみよう。これシークレットレベルかな。名前は？3時51分。ああ、ここだな。確かこれでした、ね。シークレットレベルのタイトル。スイッチがあるけど、明らかに入り口にスイッチがあったから、これはちょっと放っておこう。3つ並んでるしね、なんか。そうじゃなくても敵がいっぱいいる。めっちゃ骸骨下がってるね。骸骨邪魔だな。取りたいんだけど、距離を取ると骸骨が邪魔だ。撃ってくるタイプだな。撃つタイプと撃たないタイプがいるっぽいんですけどね、見分けがつかない。ん？これあれじゃん、ファイターの武器じゃん、これ。ファイター。これもファイターの武器のパーツじゃない？4つ目のやつ。あれから全部集まるのかな、ここに。で、全部の職業の武器が。あと、どんどん先進んでるけど大丈夫かな。最初のところから、分かれ道になってたスイッチがあったわ、なんだけど。あ、でも、ここにもスイッチあるな。ポカレート。ああ、そうっぽいな。これ見たことないから、これがクレリックの武器なのかな。ここはなんか先進んできたから、ここは押しておくか。最初のあの3つのスイッチ何なんだろうな。いくつかあると。まだスイッチが。この丸いスイッチを押していくっぽいな。最初の顔のスイッチは何だろう。はい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 、ああまあいいや、一個じゃあ、おこれなかったよな。ここあれだな、あれスタート地点のスイッチだろ、その上に来たのか。あいつからは俺が見えてるっぽいけど、俺は見えてないんだよな。3人ぐらいいるな。
これなんだろうな。先にこっち見てみるか。檻の向こうにいるんだな。湧いた。檻の向こうっていうか檻の中にいるのか。みんな鉄格子でよく見えてないけど、こういう気はすり抜けるので、ね、鉄格子は。相当な数いるな。でも別に先に行けないっぽいんだよな。こっち見たもんな。うわ、湧いたのかな。時間で湧いたのか、俺がどっかに移動したから湧いたのか。とりあえずスイッチ押してみるか。わかんないから、端っこからなんか変化あった。あー開いてる。そういうスイッチかな。この柱を下げるのかな。このガーゴイル的なやつらはもしかしてあれか、スイッチ押したから湧いたか。今戻って全部押してみようと思ったんだけど、やんない方がいいかな。これ見たことないな。クレリックの武器だろうな、多分。サーペントスタッフ。サーペントスタッフってヘックスじゃない、ヘレティックになかったっけかな。あーでもこれでも行ける場所に限界はあるかな。まあいい、行けるところまで行こう。常に囲まれてるのはしんどいな。しかも遠いからあんまり、ビリビリならいけるか。でもどこにいるかが見えてない時の方が多いんだよな。これ奥にいるだろう。いや、こっちの方がいいな。迷路みたいだ。ああどうも。引き続きヘクセンをやっておりますが、シークレットレベルですね今。だからちょっと難しいところにいますね。やっぱり戻ってスイッチを押してこないと先には進めないかな。あと今空飛ぶやつ拾ったんだけど、空飛ばないとダメなのかな、このステージは。でも先には進んでるっていうか、行ってないところには来てるんだよな。で敵が湧くんだよな。迷路なんだよな普通に。
スイッチがあるから押してこいって話なのはわかるんだけど、そもそもスイッチがありそうなところにもたどり着いてないんだよな。この檻の中に敵がスポーンするみたいですね。最初ここの中にこの魔法使い型のやつがいたんですけど、それを殲滅しても先に進んだりすると別の敵が湧いたりしてたんで、で檻の間の柱を入り口のスイッチで下ろしたりしながら先に進むみたいなんですが、これで限界っぽいな。次真ん中。あーやっぱりそうか、スイッチを押すたびここに敵がスポーンするんだ。鉄格子のせいで見づらいのと、基本的に遠くにいるので強い武器がいまいち使いづらいんだよな。くそ、危ない。今の斧もファイターの武器だな。全部の武器ここで手に入るのか、もし持ってなかったとしたら。別の職業の武器が手に入っても使えないはずなので、多分マナに換算されてるんでしょうけど、使えないよな、持ってないな。これでもなかった。ああこっちに切るの、いや違う、帰ってきただけか。帰ってきた？違うよね、来てないとこだよね、これ。こっち側にもスイッチあんのか。いたいたいた。これなんだろう。アーコブです。ああ武器だな、多分クレリックかな。ファイターでもないしメイジでもないから。湧いてんな、ほっとこ。こっちに気づいてないからわざわざ喧嘩売る必要がない。さっきの感じだったらこの先にまたボタンがあるはずなんだけど、これなんだ？当たらないな。これ下大丈夫？ちょっと待って、セーブしよう。しばらくセーブしてない。なんか多分試練じゃないけど、一個ずつ何らかの仕掛けみたいのを、なんか届かないのか、仕掛けみたいの解かなくちゃいけなくてっていうのの、これここあれか、狭い足場でこいつら戦いか。あれ知らなかった。うまいこと当たらんな。結局狙撃するにはこれが一番なんだよな。
入んなきゃよかったかな。うわー絶対死ぬわ。避けられないんだよ狭くて。やべ引っかかったな。当たってるけど全部当たってないから大した威力じゃないな。ここからできる限り狙撃 したいんだけどな。あいつにもちゃんと当たってないな。うん、あれはずーっとですけどね。要するにこのこういうゲームに限らず大体俺はああいうミスが多いんですけど。そうですね、もうこの辺はあれですね、完全にこれがいわゆる追加エピソードだから無印の方をクリアしてるんだからこういうのもできるよねみたいな感じでやってきてるやつですね。でこれ GZ ズームで動かしてるからマウスルックで簡単に下見れますけど、本当これもうちょっと下見るの大変ですからね。ここから一通り狙撃したいんだけど絶妙に狙撃できない配置になってんだよな、柱とかが。あーちゃんと当たってないな。あれもちゃんと当たってないけどもうちょっとやったら倒せるかな。倒せた。おいっつっ普通にやられた。回復アイテムは、まあ、使ってもいいか別にそこそこ持ってるから。一応あれか全部のやつが弾吐いてくるわけじゃないな。救いか。あちょうど当たる。ここあれ欲しいんですよね。これマナーを全回復するやつなんで。こっから撃てるやついる？いないっぽいな。あ、いないな。あいつの弾が消えるってことはこっちの弾も途中で柱に当たってるだろう。ファイターだったらね、爆発系の攻撃手段が2つぐらいあったからこういう時割と楽なんですけど、あれなんか下にいるな。あっちに到達する前にビリビリがなんかに当たったな。これ敵の弾が当たった時にこっちも吹っ飛ばされたりするんでそれで落ちたりするんですよね。なんか湧いた音した。あいつにあんま当たってない。ここちょうど誰からも狙撃されないな。あのミノタウロスどうしようかな。ミノタウロス別に使い道がないというか使い勝手が悪いんだよな。ミノタウロスを召喚するんですけどヘレティックの時代のボスですね。で戦ってくれるんですけどなんかいまいち戦ってちゃんと戦ってくれなかったりみたいな感じだったんですよね。ヘクセの無重視の時使った時に
敵が大勢いるところのど真ん中に召喚してほっとくみたいなやり方が一番いいんだと思うんですけど、結局それで1回しか使わなかったしな。暑いんですけど、なんでしょうね、敵で戦うと厄介だけど味方にするとそんなでもないみたいなやつなんで、ヘレティックで出てきた時すごい強かったんですけどね。あれカオスデバイスだけどいっかな、あれをわざわざ取る危険を犯したくないな。フォーカレーターとスイッチあと2つか。一応帰り道なんか湧くかもしれないからな。フォーカレーターっていうのも今拾ったのも敵を豚に変えるってやつなんで、有用っちゃ有用なんですけど、大勢の敵が一塊になってる時とかに使うんならいいんですけど、あんまりないんですよね。あと豚にしても倒したわけじゃないんで、普通にこっちには攻撃してくるし、狭いところは嫌だな。お、やっぱりあれだな、ご褒美でなんかくれるな。これ普通に多分戻れるんだけど、普通に戻ってもまたスイッチがどこかって探さなきゃなんだよな。あと2つだよな。いや適当に押して、あ変化があった。うわあいつが湧くんだ、アイスゴーレム的なやつ、あれは厄介。でも行ってないところに行けるからとりあえずいいや。何が厄介ってあいつの弾壁に当たったらそこで炸裂して別の弾が出てくるんですよね。お前も開くのかい。そのくせ割と連発してくんだよな、あの攻撃を。回復アイテムがどんどんなくなっていく。まあこれはあれですね、これも無重視のヘクセンクリアしたんだから、これぐらい歯応えないとつまらんでしょっていう制作者のまあ、サービス精神というか挑戦状というかでしょうね。そうなんですよね、これ多分その辺のバランスもちゃんと考えてるでしょうね。減ったところで補充するようにはできてるっぽいので、今のところ。あれでも出口がないかな、今度これじゃダメかな。一回帰るか。帰ってそうなんですよね、みんな
飛び道具持ってるんですよね、この世界の敵は。なんか今のところあれなんだよな、それぞれの反対側にスイッチを押すところがあるから四隅にあるのかなと思ったけど、そうじゃないのかな。なんか高いところから確認できるかと思ったけど、そんな感じのところが、ていうか鉄格子が邪魔でいまいち分かんないんだよな。こっちを押したんだよな。今どこ押してみるか。これはドゥームもそうなんですけど、あの一番弱いやつでも別に攻撃力が弱いわけではないので当たると痛いんですよね。なんかよっす隅にあんのかなとなんとなく思ってたけど、これ帰ってきたのかな。帰ってきたのか、スタート地点に。そうっぽいな。あーそうだな、あと2つあるって書いてあったもんな。こっち側のこれを、こっち側のスイッチは右端はまだ押してないかな。うわー、ここもゴーレムか。これ新しいところ、わあ。分かった分かった。これの右手側ね。そうですね。ああでもただこれはあれです。難易度は真ん中ぐらいの難易度です。だからあと2段階上げられます難易度。でやっちゃんとやってる人は一番上の難易度で、あのタイムアタックとかやってますね。ドゥームとかだと、ヘクセンだとやってる人いるのかな。ドゥームは一番上の難易度で、で初期装備ピストル50発から始まるんですけど、で初期装備からスタートしてっていうのやってたりしますね、上手い人は。あのウルトラバイオレンスっていう難易度なんで、 UV ピストルみたいな感じで書いてありますね、動画とかのタイトルだと。極める人は極めますね。でこのブームの時代から、いやもっと前か、ウルフェンシュタイン 3D の頃からですけど、あのタイムアタックをあのできるようになってるんですね。で、
パータイムっていう風にちゃんと設定されてるんですけど、最初からだいたい30分ぐらいかけてクリアして、でパータイム2分とかって出てくるんで、嘘つけよっていうのをまず公式が設定してるんで。またなんかあるだろうな。ヘクセンはでもないかな。ヘレティックの時はあったけど、ヘクセンは探索ゲームなんで、全体の RTA とかはやってる人がいるかもしれないけど、ステージごとの RTA はないかな。下から狙撃してくるやつがいるのだよ。どういう部屋だ。もうスイッチ見えてるんだけど、ポカレーターある。あと1個。あー、単純に戦えたところが。逃げ込んだ場所が割といいところだったな。こんだ、またこんだけやっといて別に回復アイテム置いてくれてないっていうね。あと一箇所か。またあれかな、ご褒美でアーマーくれるかな。あ、くれるくれる。あのアーマーもこれ職業が3つ選べるんですけど、最初に職業ごとにアーマークラスの下がり具合が違うらしくて、今メイジでやってるんですけど、メイジは今拾ったやつが一番下がるんだっけかな。ファイターでやってた時は鎧だから立てたかが一番下がるっていうのだった気がしますけど、どこだろう、わかんないから、とりあえず適当に押すか。あーでもこれ取って新しいところには行けるから、これで。多分この向かい側だと思うんだよな、行ってないの。ここ来たとこじゃないかな。ここ来てるな。こっち側のが開いちゃったか。
これ多分ボタンを押すたびに湧いてるんだよな。このボタンを押したらこいつが湧くっていうのを倒しても、同じボタンを押したら多分、ああそうです。まあいいや。これじゃなかった。これはくそ、こんなにいっぱいいるんだから喧嘩してくれてもいいのに。ルームと一緒なんで敵同士がどうしようとするんですよね。別の周囲の敵の攻撃が当たったら、あー凍ってる。あ、今みたいにこうあの喧嘩するんですよ。これアイスゴーレムに売ってない。ちなみにアイスゴーレムって言ってますけど、アイスゴーレムが正式名称じゃないと思う。それっぽい形してるからそう言ってるだけなんですけど。ああ、結構効くな。てか柔らかいんだなあいつ。見た目が強そうなだけで体力自体はそんなにないのか。こっちではなかったか。そもそもたどり着かないな。違ったかな。ここか、ここは来てるところ。これ多分来たとこだな、ここ。迷子にはなりやすいですね、このゲームは。あー、来たとこだな。ここのスイッチを押しちゃうとまた分かんなくなりそうだから、さっきのところのスイッチを押すか。ここは来たとこだよね。ああ、死体が転がってるからそうだな。こっちではないし、こっちではなかったから真ん中か。普通にあれかな。あんま難しく考えないで、ただ位置関係でスイッチが定まってるだけだったのかな。あー、くそ。まあいいや。枠的はランダムっぽいな。これを押したら奥が開いて、右だったらこっちの辺が開いて、左だったらこっちの辺が開くとか、そういうやつだったのかな。これ単純に壁に当たりすぎて敵に届かなかったりするんだよな。強いんだけど。
やっぱりこれでチビチビやるしかないか。見えてるというよりはあれですね、この時代の FPS は明確な細かい狙いっていうのがつけられないので、ある程度オートエイムで動いてくれてるんですね。なので適当に撃って敵の方に寄っていったら、そっちに敵がいると思ってもう一回撃つみたいな感じですね。この杖に至ってはただ連射してるだけですね。その方向に敵がいたらそっちの方に弾が行ってくれるんで。あと弾が飛んできてたら大体そっちにいるだろうっていうので、そっちに撃ってるっていうのもやってますけど、便利というかそれしかできないんですね、この時代の FPS は。これもすごいドゥームと同じエンジンを使いこなしてめっちゃ 3D のゲームにしてますけど、実際には 2.5 次元です、この世界は。だから正確には本当は縦軸が存在しないんですね。ある程度高さの概念をドゥームよりは作ってますけど、このゲームは。あ、よしよしよし、もう今これ GZ ドゥームっていう最新のそのドゥームの互換エンジンで動かしてて、その GZ ドゥームでドゥームのワッドとかやるとヘッドショットができるぐらい、その辺の概念もちゃんとしてるゲームもあるんで、今はドゥームと同じエンジン使ってるって言っても完全 3D に近いことをやってたりしますけど、この時代はまだ 2.5 次元ぐらいですね。だからあれですね、このゲームにはドゥームとかもですけどトンネルが作れないんですね。あ、トンネルは作れるけど、トンネルの上を通るとかができないんですね。床を作ったらその上にはもう一個2階を作るとかができない。これ何？ファイアストーン、これもクレリックの武器かな。相当これ愛されてますからね。一応またなんかやらされるんだろうからセーブして、ん？え、何これ、え、どうなってんのこれ、え、これ何、なんかまきびしみたいの巻いてんだ。敵も湧くのかよ。なんかないかな。空飛ぶやつは1個しか持ってないのか。いやー、行ってみるか。そんなに痛くないかもしんないな。ありましたね、そのニュース、昨日あたりに。なんとかなる、なんとかなるし、ここ安全地帯だ。回復アイテムもある。これ音設定されてないのか、それとも設定されてるけど鳴ってないのか。地味に静かに巻かれてんな。これだけか。あっちに回りそうだな。っていうかメッセージが出なかったな、まだだな。ドゥームをダイヤル式電話をコントローラーにしてましたね、その方は。オートマトンかなんかで、痛い、オートマトンかなんかでニュースになってましたね。ドゥームの世界でドゥームを動かしたりしてますからね。痛い。ツイッターでもドゥーム動かしてんじゃなかったっけかな。ツイッターにそのコードを貼り付けて、で何かやるとそのツイッター上でドゥームが動くみたいな、公開した人がいたな。
これでいいのかな。なんかメッセージしたけどちゃんと読まなかったけど帰っていいんだよな多分。あー液晶画面とか画面があったら何でもとりあえずドゥーム動かすっていう人たちだからな。これそのまま向こうに帰れるのかな。どこが、あこれじゃ帰れないか。でもどこが出口だかわからないな。一応先に行って今敵があんまり湧いてないし、ていうかそもそもどこが開いたんだろうな。というか何というか目的を達成してない気がするんだよね、この1個前のマップから。ここはこれか。ちょっと待って、ちょっと分かんなくなるからロードしよう。正面に行ってもダメだと思うからこっちから見てみるか。敵また湧いたな。どっかにゴールが開いたんだろうけど、ん？ここ来たことあるか？あー、あるか。なんとなく入り口だと思うんだよな、開いたとしたら。じゃあこっちじゃないんだよな。こっちじゃなかったか、こっちか。あーケンタウロスか、厄介なのが湧いたな。あー開いてる開いてる開いてるけど開いてるけど一応セーブして、この1個前の普通のレベルでもこのシークレットレベルでも目的が分かってないな。なんか取ってる？なんか取ってる？取ってなくないの？別に。シークレットレベルはシークレットレベルなんで何もアイテム集めるだけの可能性はありますけど、特に最後の武器のパーツが全部あったからそれだけだったのかな。帰ってきた、もう帰ってきた瞬間に治安が悪い。だあ、やり直すにしても敵がいっぱいいるんだよね、ここに。積んでる？
回復がもうだいぶないですね。なんか無敵のアイテムとかあるといいんだけどな。ちょっと待ってくれ。ちょっとこれはダメだ。これは積んでる。どれがいいかな。これにしてこれ使っちゃって、あーもう丸つきだ。10発も撃てないぐらいなのか、マナいっぱいの状態で。で、あそこのポータルに入ったら次のところ行けるのかな。なんかアイテムを取ったりとかしないのかなっていう風になってるんですけど、ここで見逃してるのがあるんじゃないかな。なんかさすがに何も取ってないっていうのはないでしょって。シークレットレベルに行くことばっか気にしてて、ここの目的のやつをそもそもあんま気にしてなかったからな。なんかアイテムを取るにしてもスイッチを引くにしてもなんかあるんじゃないかな。戻っていいのかな、あのポータルから。それとも全然違うところに出るのかな、あのポータルが。とりあえずマナがないのでマナだけ回収して、これがシークレットレベルへのポータルですね。ここがゴールだったから、これ戻ってみるっていうか、これが戻るポータルかもわかんないもんな。入ってみるか。後ろ大丈夫、大丈夫だな。またポータル。ここどこ？あれ、ここどこ？ハブレベルに戻ってくるのかと思ったんだけど、知らんとこに出たな。ハブレベルのどこかか。ああ、ここか。そうだな、ハブレベルに帰ってきたな。これは？これエレベーターだな。
これアイテムあるってこと、ああ取れるんだ。あ、これか。そうだな、これは、ああそうだな、これはキーアイテムだな。これをあれか、最初の方に 見た台座にはめろって話か。これ知った、そうだよね、治安悪くなっちゃったなと話したとこなんだよな。あそこの崖の上にマイテムあるんだよな。これ落ちたらダメージ食らうからやめ、あ、そうだ、こっからこれでいいんだ。縦軸が存在しないので、こっからこの攻撃を打ってれば下にいるやつに無条件に当たるんだ。これ今ビリビリいってるの、下にいるケンタウロスに当たってますね。よし、あっちになんかあんだよな。でもあれ多分飛ばないといけないんだよな。あそこになんかあるんだよな。これ最初にボスと戦ったとこですね。多分ここにはめるんだと思う。またボスとか出てくるかな。あ、これワープするやつだ。あ、飛ぶやつある。あ、回復ある屋台。飛ぶやつあるな。飛んで見てくるか。うわ。多分もう今のところが先に進むやつなんで、あとシークレット扱いのところに行けるだけだと思うんですけど、アイテムがあるなら回収したい。すごいケンタウロスの死体があるな。馬刺しに困らないな。あるよね。おお、これ1個しか持ってないんですよね、消耗品なんだけど。でシークレットとかをやるのに使うことがあるので、なかなか使えないんですけど、ちょっと危ないな。これ浮いてるところでこれは戦いづらいな。こういう時にこれを使うか。あー、ここあそこか。なんか溶岩地帯あるなって言ってたところか。あー、なるほどね。じゃあ特にアイテムはないな、ここに。
ただのシークレットか。まあいっかな、とりあえず先に進むか。あ、一応なんか取り損ねがあると嫌だからセーブだけ残しとくか。多分次のところに行くやつですよね。ああそうだな、話が進んだ。でこれはハブレベル3つしかないだそうなので、この次に行くハブレベル、まあ今みたいなあの各ポータルの先に行くための、うん、中継地点、あのマリオ64のピーチ城みたいなところはこの次のが最後のところですね。そのマリオ64でいうところのピーチ城がまず難しいっていうやつなんですけど、元の世界に帰ろうとしてるっていう話なんですけど、あーやっとそのダークシタデルってとこに取り着いたのか。そうですね、次がもう最終エリアですね。次がで、このゲームのタイトルになってるデスキングオブダークシタデルのダークシタデルに着いたってことじゃないかな。あ、そうっぽいな。ああもう思いっきり中に入ってるわ。はい、では今回はここで終わりにしたいと思います。また次回ここからやっていきたいと思います。ではお付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。はい、ありがとうございました。